近、昨夜が盗まれた食料回収しに行ったっきり帰ってこないんだけど見てないか？すみません、私寝てたので出かけてることも。ヨウム、なんで私たちこうなったんだっけ？ゆゆこ様の力を見誤ったからでしょう。あんなに強いなら初めに言ってちょうだいよ。私だってまさかパンチ一発でノックダウン食らうとは思わなかったんだもん。なんなのあの人の戦闘力1万5000って。チートかなんか使ってんじゃないの？これとは別の超短編で挽回したからそのせいかな。計算めんどくさいから単純に10倍の強さとか。あんたのも相当じゃない？何が15倍よ。私だけ総合力にたった4、5倍っておかしくね。昨夜のはなんちゃってじゃん。なんちゃって言うな。私のは代わりに耐久力変わらないし。なんなら昨夜より下だし。ねえ。うん。何？私たち二人ってかなり不遇じゃない？他の人が越えられない壁がありそうなくらいの不遇っぷりじゃない？そうね。私たち二人とも残機ゼロだしね。病院送りで済んでラッキーとか普通思わないわよね。うつ展開である。サナエいたんだ。まだマスク取れません。サナエは別なベクトルで不遇だよね。いつもご視聴ありがとうございます。以前の動画を見たい方は動画の説明欄かこの画面から見に行くといいですよ。高評価チャンネル登録していただけると私がマスクから解放されるのが早まるかもしれませんのでよろしくお願いします。ゲッホ。無理しなくていいんだよ。